アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年5月14日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーググリーンボールチャレンジジュニアトーナメント、その2回戦になります。大阪ガススカンクス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦が間もなくキックオフとなります。試合開始は14時40分のキックオフ予定です。先ほどまでこちらのフィールドでは X1 のグリーンボール、その本戦になります X1 スーパーにあるエレコンファイリーに伝え、アサヒ飲料チャレンジャーズの一戦が行われておりました。この一戦に関しましては、後ほど、別サイト別チャンネルの方をご覧いただけ、私ではありませんが他のところにあります公式サイトの方でご確認いただければと思います。試合そのものはエレコンファイリーズが勝利しまして決勝進出という形になっております。その試合の後になります、祭りの後余韻残る中、その下部にあります X2、X3 によって行われるジュニアトーナメントが行われる予定になっております。両チームご紹介をさせていただきます。本日はホームチームとしてカラーユニフォームイエローをまとっております。手前側におります陣取っておるのが大阪ガススカンクスです。 X2 所属しており、そして2019年にはその X2 制覇を果たしたチームでもあります。昨シーズンはしかし若干停滞にあったか、リーグ下位に甘んじ入れ替え戦出場という形に浮き目にありました。しかし見事それを乗り越え、再び X2 においての優勝を目指すと今季に挑もうという一戦になります。対しまして本日はバックスタンド側、反対側になりますがアウェーユニフォームホワイトをまとっているのが佐藤建設スタンディングベアーズです。こちらはかつてセリオスタンディングベアーズとして現在の X リーグ一部にあたる社会人一部においても在籍しておりました岡山のチームです。地域からなかなかリクルーティング難しい中、現在は佐藤建設という企業がスポンサーとなりまして、その力を取り戻さんとしております。現在の地位は X3 にありますが、近年その復調にありまして優勝争いに加わってまいりました。今季それをなさんとこの一戦に挑みます。この両雄によります一戦が間もなく行われます。本日の天候は極めて天候崩れ悪くなっており、小雨降る中での王子スタジアムの一戦のとなります。六甲特有の六甲おろしが吹き荒れる中ではありますが、現在その小康状態にありまして、試合コンディションこのままの状態であれば試合運用は支障ないかと思われます。しかし天候変転激しい場所でありますので、この天候がこの勝敗に大きく影響するかもしれません。その中でこの春の有志を決するジュニアトーナメントに両雄は挑みます。
両チームサイドラインに整列しまして、まもなく試合開始となります。令和5年5月14日、場所は神戸王子スタジアムにて、 2023X リーググリーンボールチャレンジジュニアトーナメント2回戦、大阪ガススカンクス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時40分キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが、本日はホームチームという扱いになります。カラーイエローのユニフォームをまとっている大阪ガススカンクス、反対側バックスタンド側に陣取るのがホワイトのユニフォームをまとっています佐藤建設スタンディングベアーズです。大阪ガススカンクスは X2 所属、佐藤建設スタンディングベアーズは X3 所属となります。しかし昨シーズン、佐藤建設はこの春のジュニアトーナメントにおきまして、X2 にあるゴールデンファイターズを倒して上位進出を果たしました。勢いは X2 に相当する時もあります佐藤建設が、この一戦においてもその大番狂わせを演じる形になるでしょうか。小雨降る中の王子スタジアムです。佐藤建設キックオフ、大阪ガススカンクスリターンで試合が始まる形になります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム試合前のハドルを解きまして、まもなく試合開始の時を迎えます。まずは佐藤建設のキックオフです。佐藤建設キックオフキッカーは99番の金子が務めるようです。対しまして大阪ガスリターナーは9番と22番が配置されました。さあ大阪ガスリターンに入ります。リターナー22番、自陣20ヤードを超えた地点でボールデッド。この位置から大阪ガスの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは大阪ガススカンクスの攻撃と変わります。大阪ガス自陣21ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずはランプレーに入りました。ランニーバック10番にハンドオフしまして中央突破展開、10番は左オープン展開を図りましたが、これを佐藤建設対応しましてゲイン1ヤードにとどめています。倒されたところまでが攻撃1回となります。従いまして大阪ガス次の攻撃回数2回目に入ります。大阪ガスセカンドダウン2回目の攻撃、セカンドダウン内、攻撃権更新、必要距離は7ヤードと変わります。ボールオンは自陣22ヤード。パス不成功。クォーターバック18番、ロングパスを投じようとターゲットを探しましたが、しかしカバーされていてプレッシャー感じつつパスを投げする形になりました。前パスはアメリカンフットボール攻撃チームが開始地点より後方より一度だけできます。しかし前パス失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃という形に変わります。従いまして大阪ガス3回目の攻撃と変わります。自陣22ヤードから大阪ガスサードダウン3回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は9ヤード。
成功、ファースト。クォーターバック18番、プレッシャー感じつつ、中央にありましたワイドレシーバー11番にパス。11番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新となりました。トータル 10ヤードを超えますと攻撃権はリセットされ1回目となります。従いまして大阪ガス自陣45ヤードからファーストダウン10、1回目に戻りまして攻撃権更新、必要距離は10ヤードと戻りました。さあ今度はランプレーで突破を図ります。ランニングバックに持たせまして中央突破を展開、キャリアは6番、しかしこれは佐藤建設ディフェンス陣殺到しまして、このランプレーノーゲイン阻止いたしました。結果的に大阪ガスは獲得距離なくセカンドダウンとなります。大阪ガス自陣45ヤードからセカンドダウン10。パス成功、パスだ。クォーターバック16番、ここは右に展開しておりましたワイドレシーバー89番にパスを通しまして、このパスをワイドレシーバー89番キャッチ、見事攻撃権更新を果たしました。大阪ガスパスだ。通じましたクォーターバック18番は岡、取りましたワイドレシーバー89番は松本です。チームキャプテン務める岡、ここはパスプレーでチームを引っ張っております。大阪ガス相手陣に入りましてのファーストダウン10、ボールオン相手陣42ヤード。パス成功。今度は外に展開したワイドレシーバー1番にヒッチパス、その場にとどまる形の短いパスを投じ、そこからキャッチアンドラン1番、これに応えまして約6ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー1番はコウ。大阪ガス相手陣36ヤードからセカンドダウン4。さあ中央へのランプレーを展開しようとします。ランニングバックは34番が務めていましたが、これも佐藤建設集まりゲイン2ヤードにとどめております。ランプレーに関しては佐藤建設なんとか踏みとどめんとしております。大阪ガスのキャリアは34番の辰馬でした。佐藤建設のタックルしましたのはラインバッカーの44番の川野です。さあ大阪ガスサーダン残り2ヤードどうするか。さあプレッシャーが来るが、パス不成功。クォーターバック18番はここでここを得意のパスプレーで突破を図りましたが、プレッシャー殺到しましてこのパスを投げ捨てる形でこの攻撃をロストさせました。結果的に大阪ガスは4回目の攻撃フォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃権という形になります。このフォースダウン残り2ヤード、どのようなプレーを選択するでしょうか。フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。リターンできないよう低く蹴られたパントは佐藤建設陣10ヤードを超えた地点でボールデッドとなりました。この位置で攻守交代という形になります。攻撃権はこれによりまして佐藤建設に変わります。まず最初の大阪ガススカンクスの攻撃は結果的に攻撃放棄のパントという形になりましたが、そのパントがコントロールされていたため相手陣深い位置での攻撃譲渡という形に変わりました。佐藤建設攻撃権が増すが、しかし厳しい位置からのスタート、ボールオン自陣8ヤードから佐藤建設スタンディングベアーズファーストダウン10。さあまずはランプレーから入ります。
何枠26番にハンドオフしまして左オフタックル付近をつきましたが、しかしこれは大阪ガスのディフェンス陣も殺到しまして、ゲイン1ヤードに留めております。佐藤建設スタンディングベアーズ、何枠26番は宮下。佐藤建設自陣9ヤードからセカンドダウン内。さあ2回目の攻撃距離、必要距離は9ヤード突破なるでしょうか。さあ再びランプレーから入りました。今度はキャリア3番にボールを託しまして、同じく左オフタックル付近をついています。3番タックル受けながらセカンドエフォートで粘りまして約6ヤードのゲインとしています。ボールをキャリーしました3番は佐藤、チームの代表を務めております。佐藤建設自陣16ヤードからサーダウン3。さあ3回目の攻撃、残り距離3ヤード突破なるでしょうか。さあランプレーが入った。しかしこれは逆に大阪ガスを押し返します。何枠26番今度は右オフタックル付近を突き突破を図りましたが、しかし大阪ガスディフェンス陣に殺到し、ノーゲインフォースダウンに変わります。約1ヤードのゲイン、佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン。佐藤建設も同じくフォースダウン3はパントフォーメーションとしました。しかし風で押し戻されたか、自陣を脱することはできず、佐藤建設陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。チャット内のメッセージありがとうございます。ワイドレシーバー様、54番柿内選手を応援しているということです。メンバー表を確認しますと、佐藤建設スタンディングベアーズのラインバッカーということですが、また実況の際注目させていただきたいと思います。攻撃権は変わりまして大阪スーパースランテ。さあロングパスいった、パス不成功。ここでクォーターバック18番一気にロングパスを投じました。タッチダウンを狙わんと奥深くにいた80番にパスを投じましたが、これは佐藤建設見事にパスカットしパス不成功としています。攻撃回数1つ失いましてセカンドダウンに変わります。さあ意表をつく形で一気に攻め上がらんとしましたが、まずはこれは封じました。大阪ガス、しかしボールオン相手陣36ヤードからのセカンドダウン10。パスは成功。クォーターバック18番今度は左に展開したランニングバックへのフレアパス、そこから安全弁のようにキャッチしました6番、キャッチアンドランしまして約5ヤードのゲインとしています。キャッチアンドラン決めましたのは大阪ガススカンクス6番の川上。大阪ガス相手陣31ヤードからサードダウン5。3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は5ヤード。さあこの5ヤード、どちらが制するでしょうか。パス成功、パスだ。クォーターバック18番ここでプレーアクションパス、ランプレーのフェイクを挟んでワイドレシーバー1番にパスを投じました。ディフェンスの裏をかく形でこのパス見事通りまして攻撃権更新です。大阪スカンクスファスター、見事パスキャッチを決め攻撃権更新を果たしたのはワイドレシーバー1番のコー。大阪ガス相手陣17ヤードの位置に入りました。大阪ガスファーストダウン10。パス成功、タッチダウン。
クォーターバック18番、ここでエンドゾーンへのパス。ワイドレシーバー11番、ここでディフェンスを振り切って一気にエンドゾーンに飛び込んだタッチャー。大阪ガスが先制となります。タッチダウンを上げる形になりました。6点獲得です。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーションを取りました。キック成功、1点追加。大阪ガススカンクス7点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。まずは大阪ガスが先制のタッチダウンを挙げました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと 6点が入ります。さらにタッチダウンはこの後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。この他のパターンとしては、自分たちのエンドゾーン内で倒される自殺戦セーフティーの2点があり、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によりまして、アメリカンフットボール得点引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そしてアメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフすることで試合が再開します。ラグビーとは違いまして、得点を上げた側がキックオフし、された側が次の攻撃を得やすい状況になっています。さあ、佐藤建設がリターンに入った。ブロッカーを生かして攻撃権点を前進を図りましたが、結果的には自陣30ヤードを超えた地点からの攻撃権獲得という形になります。大阪ガス、まずクォーターバック、大阪ガスはまずクォーターバックの岡からワイドレシーバー11番平田へのパスによりまして、先制のタッチダウンを上げる形になりました。佐渡建設はこれに対して、この攻撃シリーズで反撃なるでしょうか。ボールオンは自陣29ヤードの位置となっています。佐渡建設ファーストダウン10。まず中央へのランプレーを展開しました。ランニングバック26番、ハンドオフから左オフタックル付近をつきまして約2ヤードのゲインとしています。ランニングバック26番は宮下。タックルしましたのは大阪ガススカンクスのラインバッカー44番のコダンでした。佐藤建設セカンドダウン8、ボールオンは自陣30ヤード。さあ、再びランプレーです。何枠3番に託しまして、左オフガード付近をつきました。より内側の突破口を探らんと3番の突破力にかけましたが、しかしこれも大阪ガスのディフェンス殺到しましてノーゲイン。サーダウンに変わります。ここ大阪ガススタンクスディフェンスライン23番中田龍也選手がタックル。今度は大阪ガスタックルしましたのは23番の中田でした。佐藤建設サーダウン8、ボールオンは自陣30ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック13番プレイアクションから左にブース、そして相手ディフェンス来ないうちにロングパスを投じました。しかしこのパスはディフェンスに阻まれ、パス不成功となっています。ここで前半の時間がなくなりました。失礼しました。第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、大阪ガススカンクス7点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。